バクスター。イタリア人起業家のルイージ・ベステッティとその甥のパオロ・ベステッティによって1989年に設立。伝統的な素材であるレザーに情熱を注ぐバクスターは、上質な素材と熟練の職人の技術により、時の経過を語るような深みのあるプロダクトを展開してきました。そんなバクスターを代表するプロダクトが、このチェスタームーン。現在のイタリアを代表するデザイナーの一人であり、同ブランドで多くのプロダクトを手掛けるパオラ・ナボーネによるデザインです。チェスタームーンソファーは古典的なモデルの再解釈です。複雑な作りであるにもかかわらず、シンプルなデザインを保ち、端正なラインを表現するこのソファーは、伝統的な職人の手仕事からインスピレーションを受けて生み出されました。上質なキルティングとハンドメイドのキャピトネがエレガントな雰囲気を演出しながらも、そのシンプルなラインが21世紀の新たなデザインを思わせます。そしてバクスターで今特に人気を博しているのが、このブダペストソフト。パオラ・ナボーネのデザインです。シャープなエッジステッチと上質な手触りのレザーは、重厚感がありながらもスマートな印象を与えるデザインになっています。フレームはモミとポプラを使用。背もたれのクッションとシートのクッションにはそれぞれグースダウン。パッドへは密度の異なるポリウレタンフォームを使用することにより、柔らかで包み込むような座り心地を実現しました。バクスターが期待を込める新作がこちらのマイアミソフト。こちらもパオラ・ナボーネによるデザインです。1950年代のデザイン雑誌に登場していたインテリアを彷彿とさせるこちらのソファー。ベルベットを思わせる滑らかな手触りと、生糸のステッチで仕上げたカバーリングに、サイズの異なるクッションや背もたれに置かれたボルスターピローで構成されています。このソファーの大きな特徴は、その自由性にあります。様々な面から好きな場所に座ることもできれば、ボルスターピローを動かすことで座面を調整し、お好みの座り心地を楽しむことができます。